行くついでに、ツルハシ持って、砂岩とか何に使うん、これ。これ腐るだろうな。丸石でも集めてくっか。よし、行ってくるぜ。テンポよく行かないと、あっという間に時間が過ぎることが判明したね、先週。石がねえんだ。で、ここで右じゃなくて左ね。で、またこっち降りていく。で、降り切ったら次は登る。で、振り返ると矢印があるね。で、マグマにたどり着くと。よしよしよし。はい、OK です。マグマ OK ですわ。じゃあ石取るか。石取りつつ鉄とかも取るか。キノコ。何に使うか分からんけど。怖え。ここもか。ああ、すごいな。マグマに落ちねえか心配なんだけど。うわー、その上に金鉱。あの金はちょっとここ階段作んねってやめ。ちょっと待って。ちょっと待ってください。よし、危ねえ。今取った石をその場で使っていくことになるけどな、これな。ここもか。これなんだ？石炭か。水中って掘るの遅くなるとかあんの？ある。本当、知らなかった。いや、鉄快適だな。この辺は全部黒曜石だな、これ。壊れた。
こういう場合この子はどうしたらいいんですかね。優しくマグマに誘導してあげると気持ちよくなるのかな。あ、ですよね。他はとりあえず石取れって話だよな。あの金鉱脈欲しいけどな。じゃあちょっと整地するか。すげえ帰れなくなりそうなんだけど、これ絶対ここ掘ったら、おお大丈夫だった。喋るねえし。水が流れちゃうよこれ。俺もこんな丸石集めでこんな時間かかるとは思わなかった。マグマ燃料法があまりにも効率が良すぎて、あまりに余った丸石も全部石にしちゃったから、それのせいですね。はい、来た。あれ、俺鉄のつらし使ってた今。最悪、超うっかりだ。最悪、鉄のつらし使ってるの気づかなかった。もったいねー。あ、もう一個作ればいいわな。鉄のつるはしももう寿命が近いか。これは大洪水になるんじゃないか。これわあわあわあ、あー大変だ。でもここのマグマは消えないのね。俺そのさ、水の流れるそのあれが分かんねえんだよな、範囲というか。あれやべえ、これゲートできちゃう。これできませんでした。マグマが2ブロック必要なんだっけ、横に。縦3だっけ。しょうもないな。あ、いいこと考えた。押して押して押してこう、こうし、こうして終わった。そしたら下からなんとエメラルドが。こう掘ったら死ぬかな。ちょっと待ってね。セーフ。よしよし。はい。
なくなりました。おい、ちょっとやばいな、ここ。水浸しだな。石どうなっとんのこれ。これ砂利か。もうちょっと石取ってから帰りたいですね。じゃあちょっとニューフロンティアに行こうか。さあ、おお、すげえとこに来たなこれ。石炭無双ですね。はい。でこれで水がなくなって石炭が落下しないように、こうすれば OK。まあ石炭取りに来たんじゃないんだけどね。あると取っちゃうのが石炭ですよ。経験値もらえる。経験値もらえる、この音が聞きたいために。いらないのに取る。で鉄もいただこうか。おっと、金が顔を出した。これだからやめられねえぜ。しかも1個じゃねえなこれ。普通これやると酸欠で死にます。人は さてと、じゃあ次奥行くか。鉄、なんかの声。あ、ゾンビでしょうね。行き止まり。じゃあまあこっちは行かなくていいや。ここおしまい。はい。次はあそこか。ニューフロンティア。難しい。これニューフロンティア。